これを洗ってみたいと思います。もう大きい、ちっちゃい車と同じです。このスポンジ、このように作るんで、さっき36分から洗い始めたんで20分は経ってないですね。15分ちょっとぐらい。はい、皆さんこんにちは。ビューティフルカーズの村上敦史です。11月になりまして、秋田はだいぶ冬の気配がしてきました。青空ちょっとしか見えません。だんだん朝は気温も6度とかそんな感じになってきました。さて、皆さんからですね、大きい車、ミニバンとかの洗う様子を見せてほしいというご意見をたくさんいただいてまして、今日は私の知り合いのアルファード借りてきました。これを洗ってみたいと思います。で、このアルファードは、ビューティフルカーズのお客様のお車ではないので、このビューティフルカーズでコーティングをしたり、今まで正しい洗車をしていたという車ではなくて、一般的なお手入れをされていたお車です。はい、まず全体を洗う前にボンネットを使って傷をつけない正しい洗車方法を簡単に説明します。まずシャンプーを使ってよく泡立ててスポンジを使って滑らかに優しく洗います。そして、あとは水ですいでマイクロファイバークロスで優しく拭く、それだけです。実際にボンネットを使ってやってみます。まずシャンプー液を作っていきます。で、シャンプーを、うちは15リットルのバケツを使って作ります。で、15リットルのバケツでだいたいここぐらいまで美味しい生ビールぐらいの割合でシャンプーの液が入って、その上が泡になるように作ります。で、なんで15リットルの大きめのバケツを使ってるかっていうと、ちゃんと水が入っていることによって、この中でスポンジを洗ったときにそこまでつけないで洗えるんで、そこに溜まった砂とかをですね、もう一回スポンジですくってしまうことが少ないからです。なるほど。はい、で、よくですね、コメントでいただくんですけど、中に網みたいなのが入っているバケツがあるんですよ、洗車用の。そうするとこう網の下に砂が入るんで、なんすかね、スポンジに砂がつきにくいっていうのがあるんですけど、なんで僕がそれを使ってなくて説明してないかっていうと、そういうバケツ結構まず高いんですよね。高いですし、そのホームセンターとかで売ってないですし、あとその網もね、プラスチックでこうできてて、その網の厚みがあるんですけど、その網の上に砂がね乗ってる可能性もね。なるほど。だから網があるからって安心してやってると、実は網の上の砂をね取っちゃうかもしれないんで、まあ、15リットルのバケツを使ってそこにつけないように洗う方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。なるほど。もちろん網付きのバケツ持ってる方はそれを使って、なおかつ網につけないように洗えば一番いいんじゃないかなと思います。はい、じゃあですね、これうちのカーシャンプーは200倍の濃縮なんで、15リットルの液作る時でも本当にですね、こういう感じでだいたい2周ぐらい入れただけで十分です。あとはシャワーで泡立てて、で、大体これぐらい泡立てたら多分もうあとは水で大丈夫なんで、今度はその泡をシャワーで潰してあげるとこうきめ細かい泡になります。あとは水を足していけばいいんで、下の方に水を注いでいってあげます。生ビールぐらいですね。そうですね、美味しい生ビール。これビールの入れ方と似てますよね。そうですね。こんな感じで、作ります。そうするとしっかりここぐらいまで水が入っていきます。こんな感じでシャンプーを作ります。あ、で、これうちのスポンジなんですけど、切れ込みが入っていてですね、この切れ込みがこう砂を取り込んでくれるんで、
傷つきにくく洗えます。あと柔らかくて、こうあと持つんじゃなくて手でこう押さえて使えるんで、すごく傷つきにくくていいスポンジです。別にこのスポンジじゃなくても市販のスポンジでも大丈夫です。でよくあのムートンを使った方がいいんじゃないかっていうご意見もいただくんですけど、まあ、理由は長くなるんで今説明しませんけど、私はムートンよりスポンジの方がいいと思います。そしたらこうネットで説明しますけど、まずしっかり水を入れたい。これで砂とかをなるべく流してあげる。はい、そしたらこのスポンジで優しく洗ってあげます。この時にゴシゴシする必要はなくても、スポンジの重さぐらいで十分なので、まあ、優しく洗ってあげます。で、砂がつくのでこまめに、バケツで洗ってあげます。この時もあの同じ面を使うと1回しか洗われないので、交互に使ってあげることによって2回洗われるので、あのスポンジ面がきれいに保たれます。でも優しくこう1回洗ってあげたら十分です。このスポンジって車体で止まるんですよね。あ、そうですね。このスポンジはこう結構車にくっつくので、初めて使った時感動でした。はい、横で説明するとくっつくので、こう手で握る必要がないので、本当に横面でもこう手で優しく押さえて洗ってあげられる。本当によく考えられているものです。で、洗う時もまずこうちょっとこう見てですね、あの砂がこういうところに洗ったけど残ってたら、そういうのをちゃんと取って1回ごとにですねちょっと見てあげてください。で、これスポンジが白いのも、そういう砂が見やすいように白いスポンジです。で、普通スポンジって黄色とか黒が多いじゃないですか。そうですね。実はですね、このスポンジあのちょっと経つと黄色くなってくるんですよ。で、これってこういう素材がどうしてもですね、あの黄色くなる素材なんですよ。ほう。で、実は黄色かったり黒かったりするのは、黄色くなるのが分かんないように黄色とか黒の色をつけてる。おー、なるほど。でもこのスポンジはあえて白のままにしてるのは、まあ余計な色をつける必要もないですし、うん、あと黒かったりすると砂が見にくいんで、まあえて色をつけてないです。だから黄ばんできますけど、それは品質が悪いんじゃなくて、あの普通のことです。で、それが黄色や黒にして目立たないようにしてないっていうことなんで。なるほど。シンプルなスポンジなんです。はい、そしたらもうこれでいいんです。これであとはしっかり、泡をすすいであげます。あ、でそしてこの時に、はい、この純水器、これはビューティフルカーズのホームページで販売してまして、あの全国の一般のユーザーさんたちもご自宅で使ってくれてますけども、あ、見てみてください。このメーターが今ゼロになってる。はい、これあの水の中のこう乾くとシミになってしまうミネラル分の量を測っているあのメーターなんですけど、これを通すことによってゼロになりますので、この純水器を通した水で、すすいであげると、これ水道の水だとあの乾くとシミになってしまうのですぐ拭いてあげないといけないんですけど、純水だと乾いてもシミにならない水なので、まあ、慌てて拭く必要がないです。まあ、もしだったら拭かなくても大丈夫なくらいです。なので、まあ、水ですぐ、もしくは一番いいのはこうやって純水ですぐであげます。あ、そうだ、あとですね、これあの今3本組じゃないですか。こっち側から撮ってみましょう。これ3本組じゃないですか。で、ビューティフルカーズのホームページで販売している純水器って2本組なんですよ。で、これも結構コメントでいろいろいただいてるんですけど、これ2本じゃ性能が十分じゃないから3本で
店でも使ってるじゃないかって結構言われるんですけど、実はこれ2本で全然十分で、ここ取ってみてください。あ、でも今ダメですねそうですね、これ今3になってますよね。はい、これ交換しなきゃいけないんですよこれ昨日いっぱい洗車できたんで3になってて見てなかったので3になっちゃってると思うんですけど、はい、あのここでちゃんとゼロになりますので、ここで全然ゼロになりますので、あの2本で十分なんです。で、うちがなんで3本で使ってるかっていうと、もうこう例えば3とかになっちゃったらここ交換しないと、もう今純粋じゃないんですよ、ここから出ているのが、はい、そうすると仕事中にお客さんの車洗ってる途中に3とかになっちゃうと、それの時にこの中身を交換してるとちょっとお客さん待ってもらってるんで、あの時間がかかっちゃうじゃないですか。なるほど。なのでもしここが3とかになっちゃっても、ここで0になるように予備でつけてるだけなので、はい、2本でも十分0になります。はい、こういう時にバックアップとしてここで0にしてるということです。今は3本あってよかったということですね。はい、安心ですね。安心ですね。なので、まあ、プロの方とかはあの途中で3とか4になったからって変えてられないっていう方も多いと思うので、プロの方はこの3本組がおすすめなので、もし3本組が欲しい方はオンラインショップから今注文できないので、あの直接メール等でお問い合わせください。はい、でこう純粋でしっかり塗ります。水が全然弾かないですよね。そうですね、ベタベタですね。はい、はい、でこれをあとはまあ拭いてあげればいいんですけど、これ実は水弾かないのはワックスとかコーティングが効いてないから弾かないじゃないんですよ。まあ、あのこれもう実はですね、これはその表面についた水染みが拭くと、もうこうなんて言いますかね、いっぱいシミみたいにこう特にこう拭いた時にシミが見えやすいんですけど、なりますね。はい、このシミのせいで、シミというかこのここについたミネラル分のせいで水が弾かなくなってるんです。なるほど。はい、じゃあこれですね、さっき水全然弾かなかったじゃないですか。はい、でこれがですね、これウォータースポットリムーバーなんですけど、はい、これ水染みを取る洗剤です。これすごくあのたくさんの方に愛用してもらってるんですけど、これをこうクロスに出して塗ってあげます。そうすると水染みを溶かして取ってくれるんですけど、ちょっと今半分やってみましょうかすごい水染みが、はい、これが反応してる状態ですね。ちょっと全面が水染みすぎて僕も今よくわからないんですけど多分あ、だんだんね、拭いた時にこう残るなんですかね、シミの跡がなくなってきたので、だんだん取れてきたと思いますけど、これ多分ですね、このウォータースポットリムーバーで取れる汚れ以外にもついてるから、これだけだと完全には取れてないので、なるほど。でちょっとこれでだいぶシミが取ったと思うんで、水かけてみますね。これ何秒ぐらいこう洗剤を反応させるんですか？もうシミによるんで、今はもうあのシミの量が多すぎたんで、はい、あの反応自体は30秒ぐらいなんですけど、シミの表面しか反応しないんで、今みたいにまた寄せてあげてまた反応させてあげる、はい、なるほど。ひどい時は、ね、はい、ちょっと水かけてみます。これはボツですね全然変わらなかった。なるほど。これはボツ。なんかこっちだけパーッと弾く予定だったんだけど、これはひどいねあとはマイクロファイバークロスで、でこのできればこのイージーグロスコートナーの、まあ一般的にスマートミストとかゼロウォーターとか同じような商品出てますけど、そういったものをクロスに吹きかけて水を拭くのと一緒に拭いてあげる。
が少し残ってるんで、もう一回優しく、これが、洗車の基本です。水をかけて、スポンジと洗剤で優しく洗って、そして水で吸いで、水が乾かないうちに、水を拭き上げる、これが基本です。これを全体にやってあげるのが普段の洗車です。さっきと全然違いますね。さっきと全然違いますね。で、これで全体洗っていってみます。じゃあ洗っていきます。で、タイヤはこの動画の中では洗いません。タイヤは他の動画で洗い方をご説明してるんで、大きい車でも小さい車でもタイヤの洗い方は同じなので、タイヤは今日は省きます。そしたらまず、水道の水を高圧水道でこういう台を使うと、このは便利です。あ、そうだ、ちょっと時間を取ってもらってもいいですか。今が、10時36分です。じゃあ何分ぐらいで洗い終わるか、やっていきます。
さっきボンネットだけちょっと実験したんです。すごいボンネットだけ様子が違います。よいしょ。でこうやってあの水をかけたら次にシャンプーで洗っていきます。そして洗う順番はこれあの小さい順番と変わらないで、このこういう三脚で車に当たってもいいようにこういうクッションがホームセンターで売ってますので、つけるとより安心だと思います。で、ここは大きい車でも小さい車でも、その左側と後ろ側の上から回していきます。乾かないようにもう素早く洗っていくのも一緒です。なので車の洗車っていうのはこう丁寧にゆっくりやってると乾いてしまうので、いずれにしても大きい車でも小さい車でも手早くやるのがコツです。窓からでも開けていきます。なるべくこまめに、スポンジを洗ってあげるのがコツです。まあ、スポンジこまめに洗ってあげればあげるほどいいです。車が大きいんで、ここで汚れてその
まりスポンジのその汚れ具合を見ながら、あまり汚れてるようだったらちゃんと洗ってあげてください。これでもう上は全部洗い終わりました。でここで一回ちょっと水を流してあげるのもいいかもしれないんですけど、まあ、そのままやってもいいです。乾く人だったら水を流してあげてください。で僕はこう左側からこう上を洗ったら、次このまま右前から今度横を洗っていくんです。でここから洗っていきます。それはどこから洗ったか分かるようにしてるんですね。本当はどこから洗ってもいいんですけど、まあ、僕はこの周りからが一番分かんなきゃならないので、この横もそっちから取ってます。もう大きい、ちっちゃい車と同じ でこのスポンジこういうふうにくっつくんで、そんなにギュッと持たなくていいですから、手を添えて優しく洗ってあげます。で例えばもう汚れがひどいからって時はもうこれ大きいんで、じゃ途中で一回洗ってあげてもいいかもしれないですね。こうやってで、この下の方は汚れがひどいんで後で違うスポンジで洗います。これも車がすごい綺麗だったら下まで洗ってしまってもいいですけど、この車結構あんまり洗車されてなくて下の方が汚れてるので、この車の場合は下を後で違うスポンジで洗ってあげます。でこういうふうにね、上から泡がちょうどこう垂れてくるんで、摩擦が少なく洗えますから、こんな感じで優しく洗ってあげます。なのでちっちゃい車とはあんまり変わらないんです。ほとんど面積が大きいので途中でスポンジを洗えばもっといいと思います。よいしょ。まあ、ここは本当にどれぐらい時間をかけて洗えるか、ただあんまり時間かけて洗うと今度は泡が乾いてしまうんで、途中で何度も何度も水をかけてあげないといけないですから、どんどん時間がかかっていきますので夏とかは危ないですね。そうです、もう夏の炎天下とかでは絶対洗わないでください。もうどうしたって乾いてしまうんで、もう夏は朝とか夕方とか、もうしかも曇りの日とかでなるべく涼しくて乾きにくい時に洗ってください。はい、あとはやっぱりそれで純水器がやっぱ便利なんですけど、純水器をお持ちであれば純水で吸いであげれば乾いても大丈夫なので、もう真夏の炎天下でも湯気出ながらでも純水ですげば大丈夫ですから、純水使えばこまめに純水で流しながら洗っていけば洗えないことはないです。なるほど。はい。なので、まあ、夏に乾かないように洗えって言っても、いくら朝でも夕方でも曇ってても乾いちゃうと思うんですよ。はい。だからやっぱり純水使えれば、もう今純水でこう吸いでしまえばもう上の方は安心なので。なるほど。純水使えていると本当に洗車が楽になります。なので純水器を作りました。なかなかその洗車に使いやすい純水器というのはないので、はい、これですね、見てください。上の方がちょっともう乾いているように見えますよね。で実際まあちょっとこう水が切れて乾き気味なんですよ。ただこの洗剤、うちの洗剤弱酸性なんでシミにすごいなりにくいんで、こんなぐらい乾いちゃっても実際シミにはならないです。シャンプーによってはもうこの時点でシミになるものもあるかもしれませんけど、なので弱酸性のシミにならない洗剤を使ってます。でこういうふうに乾くのは先はこの水をかけたってあげてください。で水道水だったらこうやって濡らすだけでいいですけど、もうこれ純水だったらここでしっかりもう吸ってしまったらもう足になるんで、純水だったら吸ってしまうのもいいです。水道水だったら後でまとめてもう一回流すんで、まず濡らしてあげる、こまめに濡らしてあげるのが大事です。もうあと同様に
こう広い、あの大きいドアでもすぐ終わりますよね。もう結構皆さん、なんかこう、こうやって洗ったりするんですよね。こうやってこういう感じで逆手でこう洗ったりするから、で、はい、なかなかあの終わらないんですけど、もう一回ちょっとこっちから持ってもらえれば、こうまっすぐ、まっすぐ体を使ってこう、別に腕をこう動かさなくても、体でこう動いてあげるとまっすぐ動かせるんで、こんな感じで、まっすぐやってあげると、すぐ。まあ、洗い残しも少なくなりそうですね。こんな感じで、でこう洗い終わった後に汚れ具合を見て、この車は汚れてて、ここにもし砂がいっぱいついているようだったら、よく洗わないといけないです。で、あとはもう横も全部洗い終わったんで、次はあのフロントとリアでご飯ですよね。はい、フロントグリル。フロントグリルはこうスポンジの横の方とか使って、細かいところを洗いますので。ただこれもこう細かいところまでこうやってやってるともう本当に終わらないので、あのほどほどに洗ってあげるのがいいと思います。細かいところまでは本当に時間があるときにそこだけしっかり洗ってあげればいいです。やっぱりそういうときも純粋がないとあのやりにくいですよね。乾いてしまいます。そうですね、浸水があると本当に細かいところまでゆっくり洗ってられるので本当にいいと思います。いいと思うというか、浸水がないとあんまり最後は僕はちょっとゆっくり洗えないですね。夏だともう一瞬で乾きますんでね。そうそうですよね。だからまあ浸水だったら、まあ、上からかけてあげてればいいので、よし、純粋で流していきます。ここで切り替えできるようにしてあって、こちらですね。で切り替えるとここから純粋が出てきます。でさっき36分から洗い始めたので、46分。46分です。20分は経ってないですね。15分ちょっとぐらい。はい。全然水が流れていく感じが。実はですね、これあの僕は汚れコーティングと呼んでるんですけど、ここまで汚れちゃってここまで綺麗に浸水になると、まあ、意外とこれはこれであのシミが目立ちにくいんですよね。もう全部がシミなんです。なのでこれ今日イージーグロスコートなどとかで仕上げるのはちょっとやめようと思います。ここに変にイージーグロスコートなどかけてあのちょっと撥水させちゃったりするとかえってこの後すごいこのオーナーさんが違和感を感じると思うので今日は普通に拭き上げて終わります。汚れの上にコーティングみたいになっちゃう。あ、横は後でしっかり流すと今ちょっと水を基本通り、やっぱり上からしっかり吸いに行きます。
それの上は流し終わったので、あとは横をしっかり流していきます。じゃあついていきます。30分経ってないですよね。別にね、あんまり変わらないんですよ。ただね、あのコツは大きいなと思わないで、あの自分が小人になったと思うんで、結構気が楽ですよ。当てる感じですか。そうですね。これあのこういうところに泡が結構溜まってるんで、こう上から当てるだけだと、こういうところに泡が残ったままになってしまうので、下から上に当てると、こうしゃがんでちょっとしてこういう下の方までしっかり泡が出ます。はい、なので、こういうシャワーでするときも上からやるだけじゃなくて、ちゃんとこう下の方からこうやってあげると泡がします。なるほど。で、これ水道の水ですすいだとしたら、ここから乾かさないようにまた急いで使わなきゃいけない。で、水
た吹き筋も残っちゃうので、もうあの完全に乾くまでこう空拭きとかしなきゃいけないんです。でそうするとやっぱり傷もつきやすいですよね。で大変拭き取りがすごい大変なんです。なのでこれは純水で洗ったので、変な話このままもう走っていっても大丈夫です。となると36分から洗い始めたので、まだ30分経ってないんですね。そうですね、はい、純水使えばこれで終わってもまあ大丈夫なので、時間がないときは全体を洗っても30分もかからないというところで、はい、ここからさっき言ってた下の方とか洗っていきます。はい、こうあの別のスポンジ、これはうちでもあのボディからちょっともう使えなくなった古いスポンジ半分に切って、あのボディーと間違わないようにして使ってますけど、でこういうのでこうじゃあ下あと下の方を洗ってあげて、よいしょ、これも丁寧に洗ってあげなかったら本当にこうやって見て丁寧にゆっくり、もう純水で吸いでますからね、ゆっくり洗ってもいいですよ。そしてこう泡を、タイヤの、まあ、この辺に、はい、この辺にこう、まあ、こびりついてるような汚れとかはどうしたらいいんですか？それは、あの例えば、まあ、別にあのこう今こうやって洗ってあげてもいいですし、それでも取れなかったら、例えばうちでいうコロイド洗浄剤とかを吹きかけて、もう使それこそボディに使わなかったマイクロファイバークロスとかでしっかり手を入れて洗ってあげてもいいです。であとこの車なんかこう見るとこうタールピッチですもんね。タールピッチが飛んでる、まあ、タイヤで巻き上げて飛んでる。タールピッチリムーバーはあの結構よあの油分を取る洗剤なんで、ここ樹脂パーツなので、はい、樹脂パーツに使っちゃうと今度樹脂パーツが白くなっちゃったりするので、まあ、なかなかあのタールピッチは取るけど樹脂パーツは白くならない程度の見極めが必要だから、ちょっと入れば、まあ、これはじゃあ一応まずコロイドでやってみて様子を見るということですね。まあ、コロイドで洗って、はい、僕これが僕の車だったらこれはそのままにしておきます。なるほど、黒と黒であの目立たないんで、これを落とそうとしてここが真っ白になっちゃったら、まあ、真っ白になったら真っ白になってて、この樹脂パーツを黒くするコーティング剤とかあるんですけど、もうそうするとすごい大変なことになっちゃうので、そうですね、まあ、ここはコロイドでしっかり洗ってあげればいいんじゃないですかね。はい、あとこの奥はこう布みたいのが貼ってあるんですけど、こういうところはあの僕はパルスエアガンを使ってあのコンプレッサーでエアブローしてあげると、こう詰まった砂とかがきれいに落ちてきれいにできます。なるほど、まあ、なので結構僕 あの動画を見てくださった皆さんで結構いいご意見もいっぱい直接いただいてるんですけど、割とそんなに適当でいいのかとか、それでプロなのかみたいなご意見多いんですけど、細かいところをやっていけば、どん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 時間もかければどんどん綺麗にできるんですけど、まあ、それを普段毎回やってるわけには普通いかないんじゃないですか。なので僕が今お見せしている洗車は本当に普段のお手入れなので、細かいタイプのお手入れはそれはその都度あの別でやる、まあ、逆に言えばこういう普段の洗車をちゃんとやってたら、もうすごい綺麗だったり保てますから、別にそんなに細部やらなくても、細部は時々プロに任せてやってもらうのが一番賢いんじゃないかなと。そうですね、僕は思ってます。はい、
とはドア開けたステップのところですね。アルファードはここで水が止まってるので、ここには水が入ってないんですね。でこっち側入ってるんですね。でこういうところはあと水気を最後拭いてあげるんですけど、そのまま拭いちゃうとこう傷になるんで、まあ、できればこういうところの砂も少し取っておいてあげると、後で拭いた時に傷になりません。傷が少なく保てます。で、あとですね、もう一個、純粋で吸いでると別にここ拭かなくてもシミが増えるわけじゃないんで、まあ、本当に純粋で洗車するのがいいと思います。水道水だとこういうのが全部シミになっちゃうんで、全部拭かないといけないですから。でも拭くと今度傷がついちゃうんで、であれば拭く前に今みたいにですね、洗ってあげないといけないですよ。むしろ洗える。で、まあ、あとスライドドアの場合は、まあ、ここは水入んないですし、入っても見えないですし、この辺も見えない。でこの辺はちょっと水か、ここなんてもう絶対洗えないですからね。こう水かけちゃうと内張りに水がかかっちゃうんで、もうここは拭いてあげることしかできないです。まあ逆に言えばここ別に傷ついてもあんまり見えないんですけどね。この車もすごい汚れてますけど、ここは大体もう洗えないんで、みんなそのままにしちゃいますよね。そうですね、はい。まあここは、まあ、拭いて僕らも拭いてあげることしかできないですよね、はい。こっち側はこうやって水をかけられますからね。まあそうやってこうやって少しこう砂を取ってあげることもできますけど、はい、砂がついた状態で拭けば傷になってしまうので、拭かないで済むなら拭かないで済む方が一番いいんじゃないかと思います。はい、はい。でまあ、この辺も、まあ、砂を落としたかったらこうやって落としてあげて、いいのでこうやってあげれば室内に入らず砂を取ることができます。でそれから後からここを水を拭いてあげるといいかもしれないとは思いますが、拭かないで済んだ方がいいと思います。そうですね、はい。何度も言いますけども、純水がないとここは拭かないでシミを残すか、拭いて傷をつけるか、二択だったわけですけど、まあ、純水を使えば、まあ、拭かずに傷もつけずにシミもつけないということができるので、やっぱりここは洗車に一番便利なアイテムが純水だと。で、やっぱりこことかですね。こっち側もあるんですよ、ドアって。ここですね。こっち側の縁もあるんですけど、まあ、この辺も、ここがドアの内張りなんで、水かけるとドアの内張りに当たっちゃうので、ここも拭いてあげることしかできないです。で、ちょっとこれ、プライバシー上の問題があるんで、トランクの中パッと映せませんけど、まあ、開けませんけど、こういうところもちゃんと開けて、ちっちゃい車と同様に洗ってあげてください。で、あとは拭いていきます。で、こうマイクロファイバークロスで拭いていくんです。マイクロファイバークロスで拭いても、しっかり
かり水が取れるわけじゃないので、水道の水の場合はこれがまた後でやっちゃうんですよね。純水だと後にならないです。で、まあ拭かなくてもいいってさっき言いましたけども、拭かなくてもいいです。で、マイクロファイバークロス自体にこう汚れをこう取る効果があるので、拭かなくてもいいですけど、拭いてあげた方が、より綺麗になります。あとここでイージングロスコートなどを使っていくと、また車綺麗になるんですけど、ちょっとこの車状態があまり良くなくて、上の方がかなりコーティングが進んでるんで、ここにイージングロスコートなどをつけちゃうと、ちょっとかえっておかしくなっちゃう可能性があります。なので、今回はイージングロスコートをかけないで、ただ拭いていきます。この横とかも結構やっぱ水染みとかが多いので、これ一回しっかり水染み取ってからイージングロスコートなどを使ってあげたいなと思うので、今回この車は普通に拭いていきます。こんな感じでね、マイクロファイバークロスができても水はパッとはなくならないんですけどね。なので、ここからさらにしっかりやりたかったら、乾いたマイクロファイバークロスで、拭いてあげる必要があります。で、あと、マイクロファイバークロスじゃなくて、昔からはこういう吸水の専務川っていうのが昔からは使われてまして、で、今はマイクロファイバークロスの方が、その傷をつけずに汚れを取りながら拭けるってことで、まあ、純水併用するとなおさらマイクロファイバークロスが絶対いいんですけど、で今僕らプロは割とマイクロファイバークロスを使う人が、まあ、多いというかほとんどです。昔はこういう吸水性能を使ってました。でこれ吸水性能の中でも摩擦を減らしたこういう新しいタイプの性能側で、これは摩擦が少ないんで結構いいかなと思うんで、ちょっとこれも試してみます。これは水で湿らして使います。乾燥するとカチカチになっちゃうので、まあ、今湿ってるんですけど、これもこう水で濡らしてしっかりこう絞って使います。で、マイクロファイバークロスでこうやって水を拭いていきます。このこういうセーム側、合成セームでこうやって取ってもいいです。まあ、どっちみちしっかりは取れないので、はい、やっぱり純水で流すのが一番おすすめです。はい、ということで、ガンガン拭いていきます。何度も言いますけど、これ純水なんで、もう拭かなくてもいいんですけど、まあ、拭いてあげると何がいいかというと、マイクロファイバークロスで汚れを落とす効果があるので、さっきの洗車だけでは落ちない汚れも少し取れる。ということと、あとはやっぱりこの水滴が残ったままだと、道路を走った時にホコリが水滴についてて、乾いた時に少しその水滴の跡が染みじゃなくてホコリの跡みたいになっちゃうんですよ。
そういうものも残らないので、まあ、余裕があったらもちろん拭いてあげた方がいい。そして何度も言いますが、この時にイージーグロスコットなどをスプレーで吹きかけながら拭いてあげるとなおいいですが、今回この塗装にはちょっとあえて袋つけないでそのまま拭いてあげてます。ちょっとお借りした車なんであまり塗って、もし何かこう汚れがついた状態で塗って変にムラになっても良くないので、今日は拭いたままに拭くだけにしておきます。こういうのが全部シミなので、映ります。拭いた時に出るこれが全部シミなので、まあ、この上からちょっとイージーグロスコートナノかけても、どうなるかちょっとわからないので、今回は拭くだけにしておきます。で、ウォータースポッタリムーバーで綺麗にしてあげようかなとも思ったんですけど、ちょっと塗装の劣化が進んでて、ウォータースポットリムーバーで塗装がかえってこう白っぽくなっちゃう感じもするので、これは洗うだけにしてあげます。で、純水なんでね、細かいところまで拭く必要はないので、ザッと拭いてあげるだけで大丈夫です。こう拭くとシミがね、こう浮き出して見えますよね。これが全部シミなんで、本当は取ってあげたいですけど。ここまで綺麗にシミがついてると、逆にこの状態で安定してるんで、ここから綺麗な方向に持っていくのは、相当ちゃんと手をかけてあげないと難しいんですよね。で、純粋なんで、あらかた水滴を取ってあげたら大丈夫です。でも水道水の場合は本当にこういうところに溜まってる水とかが出てきても全部シミになるので、全部拭いてあげないといけないんですけど、ちょっと現実的じゃないですよね。だからどんなに洗車上手な方でも拭ける範囲にしか拭いてないっていうのが現実だと思います。この時もマイクロファイバークロスをあんまり押し付けるとかえって水も吸わないですし、傷もつくのでふんわりと。ふんわりと押す程度で。
まあ純粋と何度も言っちゃいましたけど、純粋なんて高くて買えないんだよ、純粋の環境がないよっていう思う方もいっぱいいると思うんですけど、そういう方のためにうちの純粋機89,800円で作ってますんで、ちょっと高いコーティングをするぐらいだったら買えちゃうお値段ですし、あとこういう例えば拭き取りの手間を考えても、もしこれが水道の水だったら拭き取りにずっと時間がかかって、しかもシミになるってことを考えたら、拭き取りをこういうふうに今ので簡単に終わらせてすぐきれいに保てるっていうことで考えると、時間的なメリットも考えると89,800円というのは投資する価値があるんじゃないかなと思います。でうちももちろんもっともっと安く使いやすい純粋機にしたくて今常に研究もしてますんで、やっぱり今日どうでしょうか、アルファードベルファイア洗ってみて、純粋があると便利ですね。そうですね、結構時間短縮になりますし、このまま走っててもあといいですからね、大丈夫なんで。はい、洗い終わりました。まあ今日はね、拭き上げだけでイージーグロスコートナノとかは使わないで洗いました。で元々の状態なので、でもこうすっきり綺麗になりましたね。やっぱり洗車すると綺麗になりますよね。でやっぱりいくら拭いてもこういう風にこう水って垂れてくるじゃないですか。でこういう垂れた水もう全部シミの原因になっちゃうんですけど、そういう意味でもしつこいんですけど純粋使うといいと思います。はい、こんな感じで普段の洗車は水をかけてシャンプーで洗車をして水を拭き取ってあげる、それだけでいいので、意外とこのベルファイアクラスでもまあ1時間もかからないで終わると思います。純粋を使えばもう30分ぐらいで終わることもできます。ということでちょっと参考になったかわかんないですけど、今日はベルファイアをきれいに洗いました。今後も役に立つ動画をアップしていきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。